はい、皆さんこんにちは、こんばんは、中庭隆でございます。ゼルダの伝説第1作目、ゼルダの伝説やっていこうと思います。前回はですね、この3つ目のダンジョンを探索してトライフォースを手に入れました。そこで今回ね、手に入れたイカダを使ってちょっとアイテムを回収してから4つ目のダンジョン向かいたいと思います。じゃあ行っていこう。ほい、オッケー、使えるようになったぜ。で、ここで好きな方を授けよう。もちろんハートの器。よし、じゃあまた一回最初のところ戻りましょうか。よし、じゃあ第4のダンジョンに行く前に、ちょっと前回ね、もうめっちゃくちゃボスが強かったんで、回復薬を使ってしまったということで、ちょっと回復薬だけ買っていきましょう。薬を買って行きなさい。いただきまーす。イエス。結局墓場のじいさんって何なんだろうか、わからん。じゃあね、こっちだ。ここからイカダでレッツゴー。これはもう一歩方向にしか進まないからな。海の上を自動的に、てか自由に探索できるっていうものではないんだね。さて今回は、おお、黄緑、黄土色、わからねえな。じゃあ4つ目のダンジョンやっていこう。基本的にどこでもキースはいるんだね、本当に。初歩的なお邪魔キャラ的な感じで、お邪魔キャラというか敵キャラで。オッケーオッケー。もうだいぶ掴んできたんじゃないかな。だいたい全滅させておけば何かしら新しいアイテムだとか鍵とか出てくるるるる。バンパイアみたいな塊なのかな、コウモリの。これ見る感じだと、ほっ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 、オーケー。とりあえず上行こうか。進められるところを全部進めておいて、鍵なしでね。で最後に鍵があるところを進めるっていう感じがいいかな。爆弾、あ、そっか、使い切っちゃってたか。うわぁ、やだやだやだ。うわっ、これは辛いぞ。これはなんだ、何が必要なんだ。もしかしてろうそくで灯すればなんかなるとか。当たってた、やった、冴えてる。本当にキースの動きは不規則だな。マップ無視してくるのがな、本当に強い。わーお、何もなかった。いや本当にこれ買っといてよかったんだね。よし、無敵、よっ、はいはい、気持ちいいね。ありがてー。あ、イカダはね、あれなんですよね、あそこみたいな、あの桟橋みたいなやつがないと作動しないんですよね。だからできるだけこういうね、新しいアイテムを持ったからといって自由に行動できるということがないのがゼルダの憎いところ。まあでも新しいアイテムを手に入ればいろいろとできるのがまた面白いところなんですけど、ちょっとむずがゆいとこっすね。さて、はあ、待って、ライクライク嫌だよ俺。もうゼルデンの中でも屈指のキャラとしてもう分かってるんだからね。どうなんだろうな、食われたら
戻ってくるのかな、この時代のライクライクは。そこがわからないわ。とりあえず、あ、オッケー、下やるのね。あ、はしごか？はしごだね。いただき。ライクライクがね、本当にね、怖い、正直。マジ、あ、ね、何を持っていかれるかわからないからね。あと、マップ欲しいな、マップと、コンパスが。あ、ちょうどあったわ、そんなこと言ってたら。と、あ、1マスだけなんだ。なるほどね。じゃあ、回っていくしかないんだな。うわっ、あ、楽ちん。確か、うわ、ちょっ、ハートの管理全然しなかったわ。使う、いや、まだ使いたくない。とりあえず上行こう。はしごの性能に目を引かれて体力管理を怠ったわ。ちょっとこっちの方から行けるところちょっとぐんぐんやってみようかな。せっかく最初まで戻ってきたし。こっちはなんじゃら、ほい。あ、ここはコンパス。はい。うっ、わ、あー、多いなー。この赤いコウモリって赤いキースか。ピースも攻撃力違うのかな？同じなのかな？とりあえずさっきのやられたところまで戻ろうか。ここは？あ、オッケーオッケーオッケー。あとあれだね、あの、キースライムは、完全に、この小さいのの上位版で、これを、なんだろう、今、ホワイトソードだから一撃で倒せてるけど、ホワイトソードとかじゃない場合は分裂する。見たー、ちょっと待って、お前。はは、はちょっと、はなんでお前、さっきのラスボスじゃん。なんでいきなり出てくる。ああ。おお。前のダンジョンのラスボス、そんな簡単に使う？普通。恐ろしい。おい、戻ってきた。いやー、最初からか。よし。おー、つー、強い。オッケー、3度目の挑戦だ。こいつの攻撃マジでマジカルシールドで防げねえのがいやらしいところだわ。まずい、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 いった。しょうがない、ここまで来たら使うしかねえ。毎ダンジョンごとに使うのはちょっとお金的に厳しいな。なんか対策がねえかな。あ、え、あ、そう、2回あるのね。うわ、前回全然気づいてなかったわ。OK！ きたー。おー、まったくもー、こんなに強いとは。滝の中に入れ、滝の中に入れ、滝の中、あ、これはどっち
詞の話だ。滝の中っていうのはフィールドのこと、それとも行って何か新しいこのダンジョンの構造内での話なのか。待って、フィールドが変化してない、もしかして。待って、また嫌な音する。また嫌な音してる。この中にまたいるのか、あいつが。何？ブルドラゴンみたいなやつ。ピンチしか聞かねえのか。なんで、あとあれな、こうドラゴンっていうか個性の敵は、あー危ねえ、全部そうやってマジカルシールド防げないの。あ、ミスったわ。うい、オッケー、今回も苦戦したな。あー、なんという強さ、ご両親で言っちゃったぜ。さて、今回は新しくはしごを手に入れたから、次はまた取れるもんが増えるのかな。よーし、頑張っていこう。